え皆様お待ただいまより S&P500 オールカントリーに興味がある方必見 Z 世代と学ぶ話題の投資先と題しまして三井住友 DS アセットマネジメント株式会社デジタルマーケティング部オンラインマーケティングチーム水上里奈さん 三井住友 DS アセットマネジメント株式会社デジタルマーケティング部オンラインマーケティングチーム青木元久さんによる講演をお届けいたしますえそれでは水上さんそして青木さんどうぞステージへお願いいたします 本日は三井住友 DS アセットマネジメントのセミナーにお越しいただきましてありがとうございます本日進行を務めさせていただきます私三井住友 DS アセットマネジメントオンラインマーケティングチームの水上と申しますはい、同じく三井住友 DS アセットマネジメントオンラインマーケティングチームの青木と申します本日は私からメインにお話しさせていただきたいと思います では今回のセミナー資料は先ほどもご案内させていただきましたが二次元コードオンライン視聴の方は特設サイトから閲覧できますのでどうぞよろしくお願いいたします。ではちょっと座らせていただきます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいします。<laughs> もし紙の資料が欲しいよという方いらっしゃいましたらセミナー終了後当社のブースで配布させていただきますのでぜひお立ち寄りくださいませ。<laughs> では皆さんご存知の通り今月から新しいニサがとうとうスタートいたしました。 青木さんは20代でいわゆる Z 世代と呼ばれる年代の方ですが、周りのご友人なども結構、やはり新入社でスタートしている方、多いいでですすかはい、そうですね私が2001年生まれでして、ちょうどあのいわゆる Z 世代なんですけれども、私の周りの同い年の方も、この新入社をきっかけに投資を始めたという方、非常に多いいですねはいえー、とやっぱり Z 世代の方にも人気なのは、買い替え株の、えー、とインデックスファンドになりますでしょうか。 やはりあの私の周りの友人に話を聞きますと、やはりあのインデックスファンド、人気ですね、特に S&P500 であったり、オールカントリーっていうようなところに投資をする、インデックスファンドをメインで運用される、そういった方が非常に多いですまあとにかく最初は詳しく分からなくても、その2つのどちらかという方が結構多いんじゃないかなと思います、そういったなあの分かりやすさといったところも、もしかしたら投資デビューをする、背中を後押ししているのかなと思います。 そうです、ねえー、と今日ここにいらっしゃっていただいている方、内いしは聞いていただいている方も、えー、おそらくどちらかお持ちの方というのは非常に多いかと思いますので、本日はその中身について、深く知っていただきたいというところと、あと少しちょっとスパイスを加えて、もう少しいい資産形成ができればいいなというふうに思いますので、今日はそんな思いでお話しさせていただきますはいいいよろししくお願いいたします。 ではまず中身についてとお話しさせていただきましたが S&P500 の指数についてお話をさせていただきますはいここにあります通り S&P500 というのはもうご存知の方も多いかと思いますが米国の主要産業を代表する500の銘柄で構成されている指数になります選定にはですねあの一定以上の時価総額であったり黒字利益というところの維持が求められまして基準を下回ると えー、指数から外されてというところで、メ柄の入れ替えも頻繁にある、そういった指数になっています。つまり、ある程度大きい規模の会社で、かつ儲かっている企業のが500社に厳選されている指数ということですね。はい、えー、分かりやすく、そのような認識で問題がないと思います。はい、では、500社といいましても、実際どんな企業によって、 SP500 が構成されているかというところを見ていきたいと思います500社の時価総額を全部足したときに各社の時価総額ごとの割合がどれ程度を占めるのかというのがこの構成費というものになるんですけれどもこちら、投、え、影、ー、資料をご覧のとおり実は皆様ご存知のような GAFA と呼ばれるような企業の割合が非常に高くなっておりますはいありがとうございます 本日ね、ぜひあの覚えて書いていただきたいことの一つが、この M7 と呼ばれる先ほどご説明した GAFA に、マイクロソフト、NVIDIA、テスラといったような大手企業を加えた合計7社、いわゆるこの7社を M7 と呼ぶんですけれども、この M7 と S&P500 の関係、これ一つ持ち帰っていただきたいと思います。こちらのスライドをご覧いただきますと、この S&P500 の割合で見ると、実はこの M7 というのが、 S&P500 の約30%を占めている計算になります500社全体あるうちのたったの7社で約3割を占めていますからその規模の大きさというのが改めて実感できるかと思います当然ですが例えばこの7社に企業の株価にマイナスがあった場合 S&P500 に与える影響というのは非常に大きいものになるのがお分かりいただけるかと思います はいでは続いて、MSCI オールカントリーワールドインデックスを見ていきましょうはい今、紹介いたしました、オールカントリー、通称、悪意ですけれども、これがいわゆる皆様ご存知のようなオールカントリーというものでありまして、いわゆるこのオールカントリーとの名についているファンドというのは、この指数に連動を目指す、そういったものが多くなっております。はい、では続いて、こちらも同様に実際の投資先の割合を見ていきたいと思います。 こちら国別構成費が載っておりますけれどもこれ実は見ていただければ分かる通り約60%が米国を占めております当然先ほどの S&P と同じで時価総額比で組み入れられているので時価総額の多い米国の割合が高くなっておりますと S&P500 の米国100%と比較すると国の投資先の国分散はできているものの 皆様が想像しているよりかはかなり米国に偏っているなというのがお分かりいただけるかと思います。はいそれですね、今2つ見ました S&P500 とオールカントリーこの2つに連動する指数に仮に半々50%ずつ合わせ持ちするとどうなるかというのを見ていきたいと思います。はい、さあここも実は注目していただきたいんですけれども。 なんとこの2つ合わせ持ちしますとポートフォリオの投資比率のうち約8割が米国への投資となります S&P500 とオールカントリー合わせ持ちをすれば分散投資ができているとそういった認識をされる方も非常に多いんですけれども実はこれ見ていただくと米国に偏っていてほとんど分散できていませんというのが現状になります。 はいどちらも時価総額が大きい順で組み入れられていることで米国への投資比率が必然的に大きくなってしまうことがわかるかと思いますがただ、これって本当にダメなんでしょうかと思う方多いかなと思います実際、ここ数年このファンドに投資いただいている方のリターンってほとんどの方プラスになっているんじゃないでしょうかというところですが。 そうですねあのもちろん実際に S&P500 であったりあの米国集中投資といったところで成果を上げられた方も非常に多いんじゃないかなと思います実際に米国は、ね、S&P500 であったり主要な指数は右肩上がりで近年上がってますし、えー、ユニコーン企業と呼ばれるような、えー、イノベーションが期待できるそういった企業も米国ではたくさん出てきておりますので、えー、米国への集中投資というのももちろん1つの選択肢となります。 ただ実はこれをさらに良くすることができるんじゃないかというのが本日の話になります実際にこの後はですね米国米国株集中投資として S&P500 をもう少し詳しく見ていきたいと思いますはいそれでは S&P500 の要素をさらに分解していきたいと思いますはいありがとうございますではこちらのグラフご覧くださいこの直近2年間の S&P の動きになりますけれども これ、グラフをご覧いただくと、実は先ほど紹介した M7 と呼ばれるような企業が、この一番上のオレンジのチャートでして、大きく上昇している一方で、それを込みで考えている S&P500、真ん中の青色なんですけれども、これ実は横ばい、ほぼ横ばいとなっております。これご覧いただいて、あれ、思ったより S&P500 って成長あんまりしてないじゃんと、驚く方もいらっしゃるのかなと思いますね。 はいでも先ほども申し上げましたが、実際投資してますよという方につい S&P500 に投資してますよという方、リターン出てますよという声も聞こえてきそうな気がしますが、いかがですか、ねはい、じゃあ、次はこちらの次の資料を見ていただきたいんですけれども、実はそれって、このドル円の動きに大きく起因していることが分かります。えー、こちらのグラフは、ですね赤色がいわゆる円建ての、我々日本人が見ている S&P500、青色がドルベースの S&P500 になります。 直近2年ですすね皆様ご存知の通りり歴史的な円安が進行してお,りおりますこの円安こそが我々が見ている円建て S&P500 の上昇の要因というふうになっているんですねこれは想像とかけ離れてましたという方も多いのではないでしょうかやはり S&P500 が成長しているからこそリターンが出ているのかと思っている方が多いかと思います。 実はですねこちら見ていただくと実はそんなことはないというふうに言えますね実際にドルベースで見ますとむしろマイナス成長ですからドルで投資をしている方いわゆる外国人の方からするとここ2年間についてはあまり勝てていないというふうな質になっておりますつまりですね我々日本人円で投資している日本人から見たら勝っているように見える S&P500 ですが 実はドルで投資をしている、例えばアメリカ人とかから見ると、この2年間っていうのは全然勝てなかったでっていうのが、S、S&P500 といい、うものになります。はい、整理をすると、日本円から S&P500 などの外国株投資をしている我々については、日本人は大きく2つの変動要因を負っているということが言えますね。はいまさしくその通りですね、今見た通り、えー、1つが指数自体の価格変動リスク、でもう1つが為替リスクですね。 でここらで、えっと、実際に過去の例でもう少し整理していきたいと思います。で今、こちら投影されていますのが直近2年間の過去の2年間の例を見まできたいと思います。じゃあ真ん中へと S&P500 の指数自体はマイナスの一方で上にあるとおり円安で日本人から見た為替はプラスとなっておりこの2つの要因が変動要因ですから結果的に日本人から見た S&P500 はプラスになっていると。で今回は S&P の指数自体は下がりましたけれども歴史的な円安がパフォーマンスを下支えしたそんな2年間になっております、はい、では続いてあの当然逆もありますので逆のパターンも見ていきたいと思いますでこれはあの2015年から2016年にかけてのチャイナショックの事例ですけれどもこのタイミングでは先ほどと逆で S&P500 の指数自体は成長しているけれども円高が進行している で結果でこの2つを合算すると円換算の S&P500 は大きなマイナスというふうになっておりますもちろんですねこの指数自体と為替がどちらも日本人から見たらプラスないしはまあマイナスになる可能性もありますので一概にこれがダメだということではないんですけれどもご自身が負っていただいているリスクっていうのを適切にあの理解していただければというふうに思います はいでは投資のリスクを抑えたいと考える場合にはどのように対応すれば良いか2つのポイントに分けて見ていきたいと思います、はい、まず一つ,、はいま、つ目が分散投資の理解ですねはい、はい、ありがとうございますこちらの皆様もご存知かと思いますけれども値動きの異なる投資先をいくつか組み合わせるということが分散投資と呼ばれまして一般的にリスクを抑えるというふうに言われております さらに分かりやすくイメージするためにあの有名な話であるんですけれども、卵を使った例を持ってきましたと。例えばこれ、1つのカゴにすべての卵を入れていますと、カゴを倒しちゃうと、卵は全部割れてしまいますけれども、複数のカゴに卵を分散して載せていることで、1つのカゴが倒れても、要は全滅は防げるよねということになっております。じゃあ、これ、投資も同じ概念でして、投資閣営の1つで卵を1つのカゴに盛るなと。 いう,ふうに言われれてますけれどもこれが分,かりやすい分散投資の概念となります。あと、こちらは一例としてですが、皆様の年金を運用しているいわゆる基幹投資家の GPF のポートフォリオになります。こちらをご覧いただくとやはりこう、きれいに分散がされている典型的な分散投資の実践というふうに伺、えー、えるかと思いますじゃあ。この分散投資を実践してもですね収益見てみますと、 あの過去、リマーマンショックといろいろありましたけれども、約20年間で年率3.59%と、安定したリターンを獲得しておりますので、この分散投資の効果が伺えるかと思います。で、この戦略自体はあの別に資金が多いからできるとか、そういう戦略ではないので、皆様もぜひあの参考にしてみてはいかがですかという話ですはい続いてポイント2つ目です。このパートでは、為替のリスクを改めて理解いただくためのポイントにパートになります。 はいいありがとうございます今積み立て投資をしている方、老後資金などの資金の出口というのがイメージされているのかなというのは最近非常に感じているところであります。でこの図を説明いたしますとこのシーソーの右側、緑の部分が将来に必要な資質で左側が資産というふうになります。で今人気のですねサンドピーやオールカントリーへの集中投資というのはこの左側の 資産のスペースに米国株資産をどん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 ん積み重ねていっていると、えー、そういった状況になっておりますで。これ積み重ねてどんどん積み重ねていった結果支出と資産がバランスないしはあの資産の方が多くなるとそういった情報状態であれば全く問題ないと思いますけれどもあとはその必要に合わせて支出をしていくというフェーズになるんですがもし仮にここで,です、ね、あの円高が進行した場合 当然あの外国資産のみで積み重ねた左側の資産が大きくしぼんでしまうことになりますでここで注目していただきたいのは右側の支出緑の支出は全く円高が進もうが全く減っていないという点ですねえ我々あの日本で暮らしておりますのでどうしても支出は円になりがちですもちろんその円高がです、ね、あの半年後1年後に元の水準に戻るとまた円安に戻るというのであれば右側の支出を1年間遅らせたりそういった対処はできるかと思いますが いざそのタイミングになると、いつまでその水準が続くかっていうのはわからないというふうに思いますので、あの資産の先延ば,ばし、支出の先延ばしというのも限界がありますと。だからこそですね、この為替リスクというところと、あの海外資産だけで資産形成をすることのリスクというところを改めてご理解いただければというふうに思います。はい、ここまでですね、あの米国株集中投資のリスクと、分散投資の意義をお伝えさせていただきました。 改めてはなるんですけれども、私は決して米国株への集中投資がダメで、これはやめようという話ではないのですむしろ、成長性とかの観点からすると、米国株に投資をするというのはいい選択肢ではないかなというふうには思いますただですね、高いリターンを狙うというのは、相応のリスクを負う必要がありますと先ほどこれまで見てきた通り、米国株集中投資ではです、ね、米国株の価格変動と、あとは為替リスクというものを皆さん負ってますよということになります。 はいよくわかりました、外国株の資産への集中投資は、まあ、魅力がある一方で、それに応じたリスクも背負っているということですね、はい、ありがとうございます、そこでこのもう少し賢くやりませんかというのが、今回の提案になります、だ実際にですねあの米国株に何を組み合わせればリスクを抑えられるのかという話になりたいと思いいますはい、そうですね、具体的にどういうアクションを取るのか知りたいかなと思いますね。はい 米国株集中投資のリスクの一つというのは先ほど見ました、為替の変動リスクですね、この円で生活する私たちがこの為替変動のリスクを抑えるためにはどうすればいいかというところなんですけれども、リスク抑制の分散先として、日本株への投資も選択肢の一つにいかがですかという話です、はい、為替リスクの観点からも納得できますが、まあ、現金資産で円をたくさん持つよりも、インフレリスクに対しても一定の効果があるかなと思います。 一言に日本株といっても、実際に S&P500 と混ぜるには何が良いでしょうかこちら見ると、日本株、さらに言うと、バリュー株への投資が効率的と言えそうですね。こちら、映しているグラフが、S、S&P との持ち合わせの効率性を示したものなんですけれども、あの簡単にまとめると、S、S&P500 と混ぜるのであれば、日本株、かつバリュー株がある程度リスクを抑えた効率的なポートフォリオを組むことができますと。 一番補足でありますが、バリュー株というと、本来の,あの企業価値よりも株価が低い状態にあるような銘柄をバリュー株というふうに呼ぶことにしてありますと、はいうんはい、グロース株についてはどうですかそうです、ね、グロース株は一応あの、ね、補足なんですけれども、えっと、要は反対に業績やあの利益の成長率が高くて、今後も高い成長を見込まれる銘柄はいわゆるグロース株というふうになります。 はい、はい、せっかくなので日本,の日本株バリューが効率的な理由をもう少し解説していきたいと思いいますはい、こちらあの最初に覚えて帰ってくださいねというふうに説明した通り S&P500 におけるあのいわゆる M7 の影響は非常に大きいものとなりますでその M7 どういう銘柄群かというと大型グロースに分類される銘柄群ですので当然比較的に S&P500 に対するグロース株の影響が大きいというふうになります だからこそ、えー、国内バリュー株との合わせ持ちの相性がいいというふうに言えますさらにですね、日本企業、日本株市場というのは、世界的にもバリュー株が多いと言われる市場ですので、しっかりと銘柄選定をすることで、リターンの余地が残されているというふうに注目を浴びております、はい、ここ数日で日経平均も大きく上昇して、ついにバブル崩壊後最高値を更新している状況にあるかとも思います、はい、最近かなり話題ですけどね。 実際に、はい、あの米国株との合わせ持ちという観点だけではなく単純に日本株市場だけを見たとしてもバリュー株の優位性というのはあの示されておりますので単純に投資,投資対象としてもお勧めできるのがバリュー株といたします合わせ持ちをするなら国内バリュー株ぜひ最後に覚えていただきたいと思います。はい。 米国との投資先分散に加えて為替リスクの分散さらには効率の観点から S&P500 やオールカントリーとの合わせ持ちには日本株さらにバリュー株がおすすめということを理解いただいたかなと思いますではそこで弊社がおすすめさせていただきたいのが日本株のバリュー株を中心に投資対象としているファンドであるダイワスミギン DC 国内株式ファンドです 復習にはなりますがお持ちの方が多いであろう S&P500 やオールカントリーは米国グロース中心になってます。本ファンドは日本株バリュー中心になっているということで合わせ持ちいただくにはばっちりのファンドとなっております。 アクティブファンドということで、パフォーマンスが気になる方もいらっしゃるかもしれませんが、ベンチマークのインデックスであるトピックス配当込みをしっかり上回る運用ができておりまして、えっと、第三者機関の格付けをしているアアンという会社からの賞を3年連続で受賞していることや、あと本日のイベントを採定していただいている楽天証券さんからも、ですね国内株式部門でファンドアワードを受賞しております。こちら、新しい n i s では積立対象枠、積み立て投資枠対象ファンドとなっております。 で積み立て投資枠ですがご存知かもしれませんが積み立て投資に適するファンドとして、まあ、今回、金融庁から認可を受けているファンドというのは280本ほどしかない状況でしてその中でさらに日本株アクティブファンドについてはなんと数本しかないという状況でございます。 でこちらの積立投資枠についてはあのこちらの的確になるにはですねまあ、コストの問題だったりですとか一定以上の運用残高があるということで結構厳しい条件がございますこちらのファンドはしっかりそちらの条件をクリアしておりまして積立投資枠となっている貴重なファンドとなっておりますこちらですね最後となりますがこちらの大和住銀 DC 国内株式ファンドの基準価格の推移となっております でしっかりと実績が出しているファンドという形になっておりまして、こちらのピンクの線ですね、こちらがファンドの値段であります、基準価格となっておりまして、まあ、しっかりトピックス配当込みを上回っております。 でなかなかですね、今、アクティブファンドは信託報酬高いからダメだよなんていうお話もよく聞くところではあるんですが、まあ、しっかりとこのファンドについては、コストを差し引いたとしても、えー、とリターンをお返しできているという状況になっておりまして、長期の資産形成に合わせ持ちいただく日本株のファンドとしては、当社としてお勧めさせていただきたいファンドとなっております。 では皆様すでにお持ちの S&P500 であったりオールカントリーと合わせ持ちをするファンド次どれにしようかなと,ちょっと悩んでいただくこともあるかなと思うんですがぜひ日本株を選んでいただく際にはダイワスミギン DC 国内株式ファンドを思い出していただければと思います。 はいではこちらで当社のセミナーを終了とさせていただきますが資産運用のことでお困りのことがありましたらぜひ当社ブース出展しておりますのでお立ち寄りいただければと思いますで、先ほどご紹介したファンドの名前が入っているこちらポンズですねちょっと画面の方だと見づらいかもしれないんですがこちらえっ、ー、とお配りしておりますで、こちらカボス香るポンズとなってまして寒い時期にぴったりのお鍋にですね一緒に召し上がっていただけるようなものとなっておりますのでぜひあの 抽選ですがもらっていっていただければと思います。はい、ではお手元のデータの資料の最後にアンケートがございますので、そのままもし画面開いていただいている方いらっしゃいましたら、あの URL クリックしていただいてご回答をお願いします。で、紙の資料欲しいよという方は、弊社のブースでもお配りしておりますので、ぜひお立ち寄りくださいませ。はい、ではセミナーを以上とさせていただければと思います。ご清聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。 水上ささんんそしして青木さんお二方ありがとうございました、えー、三井住友 DS アセットマネジメント株式会社デジタルマーケティング部オンラインマーケティングチーム水上里奈さんそして三井住友 DS アセットマネジメント株式会社デジタルマーケティング部オンラインマーケティングチーム青木元久さんでした、えー。お二方ありがとうございます